こちらやっていきましょう。桃太郎伝説1から2の、今日から2の方ですね。前回1時間半かけて1をクリアして、というかその中の40分ぐらいはあのダンジョンで迷ってたんですけれども、では2度目の旅立ちの村、もうかうんちだよピッ、もうかん、桃太郎、鬼たちはお前も倒すため何匹にも束になりかかってくるぞ。1ではあれ1対1の勝負でしたけれども、2からはこういう風に束になって、つまり1対多数のバトルになります。もう金太郎や浦島を訪ねるがよい、力になってくれるだろう。桃太郎、オラたちはお前の鬼たちを手伝うこともできねえだよ。せめてオラの後ろお乳でも飲んで元気出してくれ。桃太郎さん、表現は武器と防御範囲に分かれてます。買った武器は防具はきちんと装備しないと使えませんよ。でも下取りで全部やってくれるんだよな。むしろ下取りで買った方がポイントは通常の値段がつくっていう、通常の値段分がつくっていう。はい、どうも表現のマス、どないのご用でしたろ。商品とお手持ちの装備との差額を払ってもらえば商品があなたのものに。どれにしますか。まあ一気に木刀を買うと防御がなくなりますんで、しないと交換するものを装備してません。30両で装備してあげます。お金になりますか。お支払いはお金にしますか、それともポイントにしますか。ポイントはあれ繋がると思ってたけれども繋がらなかった。他にご利用の品はございますか。他にご用はございませんか。またお越しします。はいどうも、表現のボス、ドライのご用でしたろ。商品とお手持ちの装備との差額を払ってもらえば、商品があなたのものに。どれにしますか。エーターの塔だと交換するものを装備してません。30両で装備してあげます。お買いになりますか。結局は同じなんだよな。じゃ、とりあえず100両全部使って、防具と装備を一応全種類集めましたと。といってもまだ市内の上があるんですけれどもね。さてこっから、もう大変ず、山の向こうのカチカチの村が鬼に襲われたんだ。カチカチの村は前回出てませんでしたね。桃太郎、地獄は鬼族の中でも一番偉い鬼だそうだぞ。前もあんなに苦労したのに何倍も何倍も強いそうだぜ、気をつけろよ。だから桃太郎と金太郎と浦島、そしてヤシャ姫で戦うってわけか。まあ厳密にはその他にもあのエキストラ的な役割の仲間もいますけどね。まあ最初はさすがに1対1。でも命中率の低さは相変わらずやな。前はあの1対1じゃなく、前の分は1対1でしたんで、こうやって攻撃をする後に敵を選ぶ必要がなかったんですけれども、今回からはいろいろ出てきますんで敵を1回選ばないとなんないという。この命中率の人はどうにかなんねえかな、マジで。おいおい、8どころの話じゃねえのかよ、もう。
げいくつだこいつの体力。やっと倒せた。10は15両逆になってるよ。そして微妙にあれもらえる経験値と金も増えてるし。ちなみに今の健康っていうところに毒食らうと毒と出てきます。ドクロ鬼が現れた。カタ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 は出てこなかったな。まあとにかく刀をゲットするまではここら辺で。本当にな、もう命中率。1では先に経験値、後に金となってたけれども、こっちでは先に金、次に経験値だから、おお、経験値。思いっきり逆に見てしまってな。よいしょ、オートバトルしてんじゃ。オートバトルを使えば自分の頭を使わずに敵と戦えるのじゃ。じゃあ、わしはこんな楽天のやり方はいかんと考えておる。己の頭で考え、己の力で戦うから面白いのではないか。だからわしはオートバトル仙人のくせにオートバトルが嫌いなんじゃ。もう太郎、だからお前が欲しいならただでくれてやるぞ。どうじゃ欲しいか。ま、もらえるもんは何でももらいましょう。へえ、もう太郎。お前が欲しいというのならくれてやろう。はい、だがオートバトルで楽をしていては本当の旅の楽しみは味わえんぞ。そのことよく肝に銘じておけよ。ほーれ、オートバトルを授けてやろう。最近は長いが頑張るんじゃ、桃太郎。ちゃんと回復はしてくれました。ちゃんとさっきの項目にオートが出てきてます。ただこれは術と言うべきものなのか。そういえば漫画家のジョージ秋山先生が亡くなられたっていうニュースが出てました。ジョージ秋山って言ったら、まあ、はぐれ雲、アシュラ、っていうのもありますけれども、まあ自分、実は与太郎、花の与太郎っていうのを父親が持っていて、それ読んで、まあね、結構、最初の頃はバカバカやってるんですけれども、与太郎から花の与太郎に名前が変わった後は、学園コミックスというふうに、爆笑コミックスから学園コミックスっていうタイトルに変わってました。で、その学園コミックスになってから友情系をモチーフにした話が多かったように思います。まあ最初は主人公のバカに周りが振り回されるっていうような感じだったんですけれども、最後の頃になると、まあ嫌味なキャラクターやら主人公を思いっきりバカにするやつで
そのあまりにバカにしてくるっていうので周りが逆にその主人公を持ち上げていくっていう風なというかなんだろうな、主人公をバカにしすぎて主人公の親友がその主人公をバカにしてくるキャラクターを懲らしめるっていう話がありましたからね。川上っていうキャラクターなんですけれども、空手習ってるんですが父親からまあ喧嘩は絶対にしないから空手を習わせてくれっていう約束してるんですけれども、まあその空手で主人公をバカにするやつやら悪さする番長を懲らしめるっていう話があるんですけれども、それを毎回毎回父親に咎められるんですよね。父さんと空手を空手を習うときに何と言って父さんと約束したかな、喧嘩は絶対にしないから空手を習わせてくれというふうにやった後必ずこの二人のやり取りがあるんですけれども、でも川上が本当にただの喧嘩をやったっていうのは一度もないんですよね。主人公を守るため、いや周りの自分が戦わなければもっと周りが怪我をしてしまうっていう、そういう時に喧嘩というか空手はやってないんですけれども、せっかくもらったきびだんごを売ろうとするやつ、でも父親は毎回毎回それを信じずにただ暴力を空手で戦うイコール暴力を振るったっていう風にしか思ってないんで、毎回毎回川上が攻められててかわいそうだなっていうふうに思ってました。あとはメインヒロインでめぐみっていうキャラクターがいるんですけれども、そのめぐみがまあ最初の頃はその川上と付き合ってたんですけれども、まあとにかく釣り気がある女の子でいろんな人に色目使っては、もう一人のヒロインがいるんですけれども、その人と喧嘩になったりっていうのがありましたね。で最終的にはまあどう見ても正直主人公の顔はまあ美形ではありません。むしろどっちかって言えばもう本当にブサイクの部類に入るんですけれども、主人公は最初は本当にバカばっかりだったんですけれども、とにかく友情に熱いキャラクターになってそこに惹かれて最終的には主人公に告白するんだけれども、ただ主人公与太郎なんですけれども、与太郎はそのめぐみちゃんが自分の親友である川上と付き合っていたっていうのを知ってるんです。だからわざと突き放したりめぐみにひどいことやって自分を嫌いにさせようってやる場面があるんですよね。で自分を好きだって言ってくれた女の子なんだけれども、で最後に大嫌いっていう風に言われて
大笑いするんですよね。なぜか。これで。桃太郎、この辺りには毒を吐く鬼がいるぞ。茶店で毒消しを買っておいた方がいいぞ。それで、自分を嫌いになってくれれば、めぐみちゃんと川上くんは、もう一回よりを戻すことができるっていう風に。カチカチの村。桃太郎がこの村が鬼に襲われ、村人が苦しめられておる。村人たちを助けてやっておくれないか。ここはウサギとタヌキが仲良く暮らすカチカチ山です。ピピョン。で、カチカチ山だからタヌキとウサギが喧嘩をしてるって思ったんですか？今ではすっかり仲直りして仲良く暮らしてるんですよ。ピュピュン、ピュピュン。桃太郎さん、桃太郎さん、鬼のせいで大文字焼きができないんですよ、ババババーン。毎年毎年祭りで腹包みを披露するのが生きがいだったのに、くそー。ピュミョン、ピュミョン、桃太郎さんが銀の鬼を懲らしめてくださるそうですね。カチカチ山への道は長くて鬼もいるので、きびだんごを持っていった方がいいですよ。土俵際でもます。どないなご用でしたろ。出し、んで主人公がメインヒロインに嫌われ大嫌いっていう風に言われて、まあその後ヒロインは川上くんとよりを戻したように振る舞うんですけれども、でちなみに川上くんがめぐみちゃんが自分から与太郎にもう自分への心はないっていう風に気づいた時に、川上くんがまあ主人公自身は本当にまあ性的的にはもうめちゃくちゃバカなっていう設定なんですけれども、その時に主人公に言ったセリフが、なんだよ、俺のことなんか気にしないで、めぐみちゃんと付き合えよ。考えてみれば、お前勉強するようになったし、いい傾向じゃん。っていう風に、主人公とめぐみちゃんが付き合うことに本当に祝福していたんです。だけれども、与太郎がめぐみちゃんにひどいことをしているところを見て、川上くんが、なあ、めぐみちゃん、もう俺とは何の関係もないんだから、与太郎ともっと仲良くしてやってくれよっていう風に言ったんだけれども、めぐみちゃんが、与太郎くんがひどいことばっかりするんだもんっていう風に泣き出して、自分は大好きなんだけれども、ひどいことばっかりするっていう風に、ピュピュンピュピュン、兄の兄がカチカチ山にいるので大文字焼きができません。桃太郎さん、どうか銀の鬼を懲らしめてください。お願いします。ぴょぴょん。はるばる都から大文字焼き見物にやってきたのにな、鬼のせいで見物どころじゃなくなってしまいましたよ。地獄王の手下銀の鬼がカチカチ山に立てこもって悪さをしてるんです。桃太郎さん、どうか鬼を懲らしめてください。でもこの桃太郎伝説やってて思ったんですけれども、これに出てくる敵を倒した後に懲らしめるっていう風に、倒したとか殺したとかやっつけたっていう言葉じゃないんですよね。懲らしめる、まあすなわちまあとどめまでは刺さずに参ったと言わせたっていう感じなのかな。大文字焼きのお祭りは僕たちのウサギとタヌキの仲直りの記念なんです。年に一度、もう300年も欠かさずに続けているというのに、
今年は鬼のせいでお祭りができそうにないんです。助けてください。じゃあ、前回の桃太郎伝説1の時はだいたい3年前だったんですけれども、この村あったかな。まあそういうツッコミはなしにして、で、そのめぐみちゃんが与太郎とまあ喧嘩別れするっていうのを見た時に、おお太郎、この道はカチカチ山でと通じている。しかし道の途中で鬼が出てくるのじゃ。体力が十分でないなら無理をせず宿屋へ行ってから進んだ方がいいぞ。ファイト一発。椅子段の森にはこの掛け声がないとな。でメインヒロインにわざと嫌われるようにしていた主人公を見て、実はちょっと自分も昔思い出してしまったことがあったんですけれども、まあ小3ぐらいの頃だったかな、自分のことを好きだって言ってくれている女の子がいたんですけれども、まあ正直いじめたり結構していたんで、頂上まであともう少しや、頑張れ頑張れ、まあ転校してしまったんですけれども、好きだって言ってくれた女の子を突き放してしまったっていうので、結構自分としてはまあいじめたっていうのを後悔してるってところです。本当に今あったらそのことを謝りたいです。まあ会うこともないでしょうけれども、もうFacebook とかで会ったとしても、まあ正直自分の印象、まあいい印象は確実に持ってないでしょうから、この人にいじめられたっていうので転校までするぐらいですから、まあ今言ったってしょうがないんですけれどもね、当時に気づくべきだったと。頂上まであともう少しや、頑張れ頑張れ。微妙にレベルアップまでの心の数が増えてるな。ちょっとここら辺で敵を倒して金稼ぎして装備を、充実させてから銀の鬼に行きましょう。まあここで売ってる装備が剣と銅で、まあ150ぐらいだったかな、さっき見てどんぐらいだったかもう覚えてないけど、久々に外した。まあジョージ秋山さん、ご冥福をお祈りいたします。しかし自分の持ってる漫画で、まあ自分というか父親や母親が持っていた漫画でもあるんですけれども、それでまあ面白かったけれども、もうなくなって新しいのが見れないっていう漫画家もいるんですよね。まあ最初に小山田育さん、続いて水木しげるさん、そしてジョージ秋山さん、で僕とをまず脇差しに変えて、あと46で板の胴をこちらの
78、あと32か。ま、もう一往復ぐらいやったら入るかな。微妙にあれ2の方も強さが変わってんな。12以上のヒットポイントを赤鬼が持ってるんだから。あとは戻りで青鬼が出てきてくれれば、赤鬼でもよかったか。竹の胴、結構防御力の6っていうのはかなり差があると思いたい。まあ、あとはここ上がってる時にレベルが上がるかな。上がるわもうどう転んでも上がるわ経験値がゼロっていう敵は多分いないだろうからな。6段41191 3、でもな、これ必ず攻撃当たったら1は食らうんだよな。打撃を受けなかったっていうのが絶対いないから。鬼は12か13のヒットポイントになってるな。
ここにいくらだ。7。よし。7。ここら辺で往復してレベル上げて。なんか同じ場所で今青鬼が出てきたぞ。そういう風にプログラムされてるんか。同じ場所だ。もう本当にこの命中率の低さは2になっても変わんないな。3連続外れ。これを待っていたために往復したんですよね。まあさすがにここまで来たら。よく来たな桃太郎。地獄王様の命令によりここを支配する銀のおじ様だ。地獄王様に逆らうやつはこうしてくれる。よし。一瞬今ので経験値60ともら思ってしまった。キャメン桃太郎さん、ありがとう。これで今年も大文字焼きのお祭りが開けます。ピブン、ぜひ今年の大文字焼きは桃太郎さんが火をつけてください。今年の大文字焼きはみんなの心の火を灯すことでしょう。それでは桃太郎さん、お願いします。ピブン。大文字焼き見ますか。大文字焼きを見たくなったらいつでも話しかけてください。ピルン。頂上まで同じか。地獄王は人間を虫けらと同じだと思ってるそうです。どうか桃太郎さんの力で地獄王を懲らしめてください。大文字焼きはウサギとナヌキの仲直りの尻、桃太郎さんのおかげで守り通すことができました。ありがとうございます。どうかこれを受け取ってください。毒消し。やっぱりこの村の大文字焼きがなくちゃ。ありがとう桃太郎さん。もう二度とあんな悪さはいたしません。桃太郎さんの代わりに僕たちがこの村をずっと守っていきます。鬼の、ま、顔にも笑顔が。大事な大文字のお祭りを邪魔しちゃってごめんなさい。ま、そう思ってくれるのが一番いいわな。桃太郎さん、東にある禁断仙人の寄りにはもう行きましたか。仙人から一本取れば禁断の術を覚えることができますよ。鬼退治の成功お祈りしています。ピュピュン。桃太郎さん、俺らの自慢の腹つづみを聞いてくれ。それ。ありがとうございます桃太郎さん。ポポポポン、これつまらないものですが鬼退治に役立ててください。毒化粧を手に入れた。毒化粧を手に入れた。
タランタラッタラッタウサギのダンス、桃太郎さんありがとう。桃太郎さんに友情の大切さを教えていただきました。どうかこれを受け取ってください。鬼の涙を手に入れた。嬉し涙か痛みの涙か。お祭りができる世の中って素晴らしいですな。よくやってくれたものだろう。だがこの先の鬼どもはもっともっと強いぞ。お前がこの村から先へ進むのなら8段ぐらいはないと辛いだろう。8段になっていなければこの辺りで修行を重ね経験を積むことじゃ。桃太郎さんのおかげで今年も大文字上げを拝むことができました。本当に本当にありがとうございます。ピュピュンピュピュン。同じこと念打するとこういうことが起きるんだよな。では東の金丹仙人のところに行きましょっと。ないよ。6ポイント。鬼瓦。オードリーが初期にやってたな。微妙にアニメにもなってた。ドクロ鬼が2体。1ではあれこういう風に2体出てくることはなかったですからね。これからはこういった一体複数の敵っていうのが、まあ最初に確か金太郎が仲間になるはずだったから、金太郎が仲間になるまではこのパターンが戦って12の2。よし銀太仙人、銀太の術は一人の体力をどこでも40回復できるぞ。強くなってる。早くわしの術を覚え鬼たちを苦しめるのじゃ。しかしそのためにはわしのちと厳しい修行を受けてもらうぞ。さあかかってくるのじゃ桃太郎。微妙にちゃんと回復してくれてる。11ポイント。いや、そんなことで15コーナーで倒せんぞ。いや、そんなことで鬼が笑ってしまうぞ。鬼が笑う前に金太仙人に笑われた。未来の話はしてないのにな。いや、そんなことで地獄王だと倒せるぞ。なんかこういう時にこういうのじゃ。しかも回復しやがった。今までのものは全部回復しちまった。いピリ腰がよく似合うぞ。なあ、くそ、回復アイテムもないからこのまま負けるの。このまま負けるしかないんだよな。いや、そんなことで鬼が笑ってしまうぞ。未来のことは言ってないのに。ちなみに仙人の修行中にやられるとこういう風になります。力をつけて出直してくるのじゃ。ねえじゃあとりあえず金美団子を買い漁って魔王復すりゃレベルも上がるでしょう。
んか1と2を通して初めて負けたな。赤鬼は12でした、ヒットポイントは。長田ちゃん見せ、ま、見つかっときゃ大丈夫かな。あれ、ポイントを稼ぐにはあれ、おまじをひたすら買いまくることです。そうすりゃ1ポイントは確実に入りますから。まあ、めんどいだけですけどね。大山田さんといい、水木さんといい、ジョージ秋山さんといい、昔から活躍している漫画家、まあ正直言って最初期の頃、まああんまり絵はいい方というか上手い方ではない、むしろ今どんぐらいなんだろうな、絵が上手いだから漫画家目指せっていう風にっていうの、そもそも絵だけがうまいでも話は稚拙っていうので危うく小畑武さんが消されるかもっていうところにあったのは、まあ結構みんな知ってることと思います。でも絵は下手でも話がうまくって成功した漫画家もいます。ガモヒロシさんです。へへ、そんなことで鬼が笑ってしまうぞ。うわ、レベル1上げただけで随分とまあしっかりせんじゃ、みんなが期待しておるんじゃ。さっきまで7とか食らったのに。よしよし、気合が入ってきたようじゃな。なんとか禁断の術を打っても1だけ。で、絵と漫画の方がうまいけれども、漫画の絵の方はうまいけれども話がしつつで、絵は下手だけれども話を作るのがめちゃくちゃうまい小畑武さんとガモヒロシさんが合体して作ったのがデスノート。まああれ、原作者は大罰組っていう風に書かれてますけれども、正直もうあれ、ガモヒロシさんですよ。まあ、バクマンの大場ネーム、見てもらえれば一目瞭然です。ラッキーマンのあの絵に酷似してるんですからね。むしろ、あれをやってまでまだ大罰組がガモンヒロシだっていう風に
言わないんですからね。黒歴史にしたいんでしょうかね。回復アイテム買い込んだ途端に回復アイテムを使わずに勝った。へへへ、でかした桃太郎銀太の術を授けようぞ。桃太郎、わしの銀太の術を常に覚えたはずじゃ。鬼ヶ島を目指し地獄を懲らしめるのじゃ。まあ正直金丹だけで懲らしめられるほどのレベルじゃないですよね。ここにはないか。地獄瓦、鬼瓦。色の違いか。でも結構いろいろ漫画が出ているからこそ今になったら絵だストーリーだっていう風に言われてるけれども、正直漫画が出だした頃というか、まあ時はそう時代は、まあストーリーの方に集中しているっていうような感じだったんだろうと思いますけどね。鬼瓦、この鬼鬼が確か毒を吐く敵だったはず。よし、でうわあ、金のインフレは変わらずだな。よっと、ジャガマ村。桃太郎か、この村が鬼に襲われ村人が苦しめられておる。村人たちを助けてやってくれまいか。文福ジャガマ村。大変じゃ大変じゃ、文福様が金の鬼に連れて行かれた。せっかく都からお茶の問屋さんが来てくれたのに、今年は文福様が大手に乗られないので、いつお茶を摘んでいいのかわからんのです。刀だと空き出しを下取りさせてもらいます。差額は188両ですが、お買いになりますか。お支払いはお金にしますか、それともポイントにしますか。さあ、でもこれは飽きられてるとちょっと面倒いな。一枚堂、今持ってるやつを全部売っても追いつくかな。
間に合わねえな。じゃあまた外で経験値稼ぎをしようと思いましたが、ま、ちょっとここでセーブしておこうと思います。どうしたらいいんじゃ。ブンブク様、お茶の美味しい摘み時計を教えてくださる大切なお方じゃ。ブンブク様がいなくなったらお茶を摘むことができねえだよ。ブンブク様が鬼に連れて行かれたな。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。まあこれも2もまだ序盤です。これまた長い話になりますからね。まあ多分1は2の 1.5 倍ぐらいのボリュームだったかな。それでは失礼します。